工場で使う工具を通信販売で販売している大手の会社があります200万種類とか今900万種類の商品がそこには載っているそうですそうすると通販できますから中のインキを変えるとかリボンを変えるとか操作するのにマニュアルではよくわからないマニュアルに書いてあるんですけど理解ができない人は コールセンターに電話かかるわけですねそうするとコールセンターが何人いても足りないぐらいの量になってきたということですその900万点商品を扱っている通信販売の商社さんはそこで考えました取扱説明書に社員がそれの使い方の取説を取説に 動画をつけることによって、えー、コールセンターの人数が十分の一になったという話です例えば、えー、冬になって、えー、多分スノータイヤはいらないだろうと、えー、チェーンはいらないだろうと思ったけど万が一のためにチェーンを買いましたと、えー、案の定トンネルを出たところにはもう雪が積もってそこでチェーンをつけなければなりません でもその寒空でトリセを開いてごちょごちょやるよりもそのチェーンのパッケージのところに使い方の動画が入っていれば車の後ろに乗ってる人たちはそれを見ながら今はタイヤをジャッキで上げなくてもチェーンを並べておいてそこに車が後ろから来れば装着できるような簡単なものになってるそうです。そのような 取扱説明書だから印刷物じゃなければいけないじゃなくて取扱説明書に、えー、組み立て方がついてる家具でもそうですよね確かに安いです買ってくるとダンボールに折りたたんで出てくるわけですですもそれを組み立てるのは私にはなかなか厄介なものでスタッフに手伝ってもらってることが多いわけです。 それもまず1番と2番を仕組んで3番と4番と5番は仕組んでからそこにこう立てるようにするんだよっていう動画があれば非常に安心なわけですねそのような今まで商品には取扱説明書というものが不可欠でしたでも今携帯電話にマニュアルはありませんね。 車によってもグレードによってまたつけるオプションによって内容が違いますからであったらそれに合った動画を入れることによってその車の操作の仕方が出てくるそんなことがもう今起こっていると思います。ぜひ取扱説明書を商品のメインにしている会社さんは その取扱い説明書がなくなっちゃうんじゃなくてなくなっても商品の説明をする動画は必要だと思いますぜひ、えー、分厚い辞書のような取説は、えー、もうどん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 形が変わっていくと思いますぜひ皆様もこの動画マーケティングの世界に一緒に入ろうと思います